はい、スズランテープがね、切り終わりまして、パイプが全部バラバラにね、なりましたので、これからあのアーチパイプを抜いていきます。はい、一番奥の1箇所だけね、スズランテープが何箇所か残ってましたんで、これ一番最後にします。動画の方はね、1回止めます。で、この後ね、パイプをバラして回収して終わりになります。